クヒョンだよ。クマさん、ツアムサチゴさん、ありがとう。ヒットポイント、ナイスナイス、HP ってこと？ねえ、HP って。ギーさん、ギーさん、ああもうありがとうありがとう、クマさん、いけるさん、おーおーおー、みんな、久しぶりに配信したから、みんなもう花火みたいなの打ち上げてておもろい。そう、久しぶりに配信した記念日だから。そうだよ。花火打ち上がった。ありがとう。マジックさん。私の充電器ない。充電器？うん。あそこにあるよ。どこ？あの灰色のやつがある。うん。うん。トノさん、柳原さん、柳木さん、ありがとう。福田さん、トノさん、結婚は早く、春尾さん、ありがとう。富山さん、ありがとう。バード、スタイルのご主人さん、ありがとう。お前よ、いいや、お前ではありません。福さん、ありがとう。トシさん、テレさん、結婚、ちょっとかかですかね。だから大事です。ありがとう。みんながもう、花火もまだ打ち上げてるわ。私が久しぶりに配信したから。胸が開かない。そう、クルさんにね、さっきクルさん、帰国クルさんがなんか、帰国クルさんになんか騙された話しよう。ほんと、高松 IJ さん、ありがとう。なんかお土産をそう買ってきたよみたいな感じで、マジックさんありがとうみたいな感じで、そうなんかこれはめっちゃ喉にいいやつだからレッスン前に慣れた方がいいよみたいなってカナが言ってきて、あそうなんだって普通に思って、食べたらなんかめっちゃ衝撃が走った。って思ったらなんかドリアンの飴でした。クルさんに騙されました。ヒネさんありがとう。それなみーぽんから聞いたよ。みーぽんのママがね、なんか髪伸び、いちごちゃんは髪が伸びて女の子らしいねって言ってたらしい。でみーぽんのママはリエッチ推しだったけど推しにしちゃうかなって言ってたらしい。おもろい。え今日ブルームーンだな。え、ブルームーンキースやん、さすがに。月、え、今日めっちゃ満月だねってみんなで話したよね。帰り道。もうクルさんに、騙されましたから、リキネさん、ありがとう。そう、詐欺にあった。まさかシンガポールって感じ。だから、大丈夫さん、ありがとう。なんか、マジネギみたいな味した。なんか、ネギとニラをなんかめっちゃ混ぜた、混ぜました、みたいな。あーさん、ありがとう。混ぜて砂糖でコーティングしましたみたいな。うん、マジで美味しかった。甘いのになんかネギの味がします。なんかレッスン場一回出てもう一回入ってきた時の衝撃がやばい。なんか草原が広がっていた。あーってなった。しかずさん、ありがとう。うん、寝れてる。豊野寺さん、ありがとう。クルさん、じゃあもうクルさん、クルさんひどい。こんばんは。ひで女とか言わないの、その言い方が。大丈夫、そんな言い方したら。たしさん結婚して、うん、ちょっと深契約違反だよみたいな。キーピーさん結婚して、うん、ちょっと契約違反だよと。だからあれはかなえも共謀してたのかがちょっと気になるよね。たしさんありがとう。ナイキさんありがとう。それだから、え、じゃあクルさんのこと倒しに行こうかな今から。今からやばい。やっぱスポート切れてるんだよね多分。中3の時にとって、中3って何歳だ自分。 15?5 年、なんか10年、5年と10年あるけど5年だったから20。おー、え、ギリいける、いけるのでは。13なら14のかも。うん、ギリ行けるか行けないかとか、パスポート更新しなきゃいけない。 Good luck to everyone さん、ありがとう。ね、おもろかったの投稿はさすがにおもろかったのではないでしょうか。え、カナウ知ってたの。うわ、なんカナウも共謀犯でした。共犯だったんだね、クレさんとカナウが。でもカナウもなんかなんかこれなんかクルさんがなんかお土産で持ってきてくれてみたいな、なんか今食べた方がいいらしいみたいな。おもろかった。寝顔
私もクレさんの寝顔を持ってるよ。でもノアピさんは全部食べたみたいな言ってた。トムカズさん、ユウさん、ありがとう。ハイチュウあるの、ドリアージのリさん、ありがとう。なんでやってってなったよ。奥さん、ありがとう。カナがなんか作ってるのを10秒ぐらい見たよ10秒ぐらいだけカナの配信見た。そう、なんか今日から8月25日のライブの一般販売が開始されたのだけれども、一部はもう売り切れてて、そう、先行で売り切れてて、二部はそう今からでも販売するけど、それももう残り少しって感じらしいので、もう絶対に完売してやるんだでって感じですよね。ちょっと雨おいしい、やばかったです。ゆきさん、高松さん、あいちゃいさん、ありがとう。ホケラジ聞いた、あらあら、ありがとうございます。ミシス欲しい、やすさん、ありがとう。クルさんの寝顔、こんばんは、こんばんは。ムクルさんは結構白目になるタイプの人だと思う。マルさん、結婚して契約違反で不可ですと。寝顔って人によるよね、ほんと。エイシャさん、ありがとう。ユリナはなんか目が閉じきれてない。ユリナはこの目が閉じてるけど、この下の部分が開いてる。の私の寝顔はどんな感じ？ジュウさん、隣半目だよ。パードさん、ありがとう。ガッティ、あとよだれ垂らしてちなみにさっきさ、私のさ、クッションによだれ垂らしてたからね。フリさん、ありがとう。そこの私のクッションよだれ垂らしてたの知ってるからね。もうじゃあ帰る。私のクッションも帰らないよ、ちなみに。予防しましたね。でもさ、ひみなんちゃんもしたよね。ひみなんちゃんもさ、いちごちゃんちんでさ、寝たらさ、するよね。覚えがありません。はは。触覚？こちらですか？今日はもう髪の毛もボサボサですし、もうバリすっぴんだし、もうなんか大丈夫そうみたいな。なんかこれさ、ライト、黒い服が黒いからかなんか変だよね。なんかちょっとライトよ。ガワさん、ありがとう。もうやっていけないですよ。もうね、疲れてね、眠くて睡眠が必要なんですね。眠眠ですよ。死ぬ、結婚拒否、そんなに結婚拒否ばっかりしていたら、いざという時に誰も結婚してくれなくなるぞ。あって言われた。ふうふうって感じ。そうだよ、握力は、本当に普段はマジで10、15、6、7らへん、なんかその程度なんだけど、あの時はガチで引いたのに負けないぞって思ってやったらなった。マクさん、結婚ふかふかは、明日は雷が鳴る、最悪すぎる、涙出てきた。私雷 NG なんだよね。雷って怖いよね。でもなんか雷とかなんか地震とかそういう系ってやっぱ普通に怖いけど、なんか自分より怖がってる人がいたらなんか怖、そんなに怖くなくなる。わかるかな。なんか一人とか二人ぐらいだったらもう怖いよってなるけど、そのなんかもう10人ぐらいおってそうなったら、あれ、あっちでした、ありがとう。でみんながびっくりしてたら、なんか自分はなんかめっちゃ冷静になる。なんかこの前レッスン中にさ、地震が発生したんよ。でみんなのスマホがめっちゃ一斉になってマジでびっくりしたけど、もうみんながビビりすぎてて、私はもうなんかその時にいたマネージャーさんとダンスの先生はなんかもう扉を開けてもう避難するところを確保みたいな感じだった。でも私も
なんかもう冷静になりすぎてそっち側になって、あ、扉を開けて逃げられる場所を作らないといけないみたいな、靴を履いてみたいな、何を持っていったらいいかなみたいな、めっちゃそっちになった。でも多分家だったらもう終わったって。違うよ、いちごちゃんビクビクしてたよ。してないよ、してたよ、分かるのに怖くて立てなくなったって言ってたの私知ってるから。でもゆいなちゃん、なんでさ、ゆいなちゃんにしか言ってないのにせってチクるの。ちなみに私自信感じなかった。そう、1ミリも揺れ込んでない。なんか今日なんかいじめてくる。いちごちゃん、すみちゃん、ありがとう。秘密は暴露大会だ。違うでしょ。本当は、本当はビビってた。違う、びっくりしてたけど、あの他の人がびっくりしすぎてて、なんかなんかもう無理、今日は帰ろうとか言ってたし。やだ、知ってるからな。もう配信しない家なんだ、いるときに。私の家だよ、ここは。違う、違う、あの違うんだよ。これゆいな、ゆいなちゃんにしか言ってないのにそうやってチクるから、もうゆいなちゃんにはもう言わない、何も。しんいちさん、ありがとう。なんかいじめてくる。喧嘩ウィークになる、それお決まりさんやん。え、服外れたんやろ、そこに座って。どこにさ。おもろい。やばい、イーナちゃんに代わって謝り出すとごめんなさい、やばい。ねえ、アイスが食べたい。あるっけ。あるけど、あれ違うの。私が食べたいアイスはアイスの実。てかマンゴー味のアイスの実が食べたい。マンゴー食べても今日食べたんやな、冷凍の。違います。もう奥田結菜 NG。アイス食べたいな。ちょっとわかんない、配信終わったらあの殴り合いが開催されるかもっていうのは嘘。こんばんは、こちらの飲みやばい。うん、そうやって作るから。あ、マンゴーはいいけどドリアン NG。 それな、のりさんありがとう。なんかもうクルさんのせいでもうドリアンは多分一生人生で食べれない気がする。サーティワン最強ではないか。佐々木のゆかるんさんでしょ。なんか私最近あの上司ですかとか赤ちゃんですかって聞くんだけど、はい上司ですって言ってくれる。ちょっと試してみる。すいません、はい、ジョジですか。ジョジです。あ、ジョジでした。はい、ということでランキング読めますね。シンガくん、ありがとう。ということでランキング読むんだよねっていう話なんですけど、15位から読みます。15位がフクさん、12位がイキピッさん、13位がマジックさん、12位が待って、豊中のヒラさん。ちょっとイキピッさんのさプロフィール間違えて開いちゃったらジョジで死んだ。はい、11位トシさん、10位トーンさん、9位さつまいもさん、8位高本在中園さん、7位いちご、6位くまさん、5位ゆきんさん、4位りちょさん、3位きいらさん、2位バードさん、1位ワンタンさん。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。あの8月25日の2部だけまだ一般販売あるので、ぜひお待ちしています。ちゅうちぃさんありがとう。僕隊もね、それこそ9月4日の僕隊もで出演します。あとフクフェスとその次の日の四国のやつも出るので、ぜひともお待ちしております。会いに来てください。ではでは、皆様もドリアンにはお気をつけください。はい、はい、ドリアンとクルさんの悪い微笑みには気をつけてください。さよならみんな。ゆちさんありがとう。今日久しぶりに配信したからみんなが花火をめっちゃ打ち上げてておもろかったです。ありがとうございました。寝落ちは危険ですのでみんなも 寝ましょう。さよならみんな。はー、おうさん、フィーシャさんありがとう。おやすみおやすみ。
おやすみ。もう睡眠します。エマにも寝そうです。私は私は今にも寝そうです。バイバイ、おやすみ、おやすみなさい、おやすみなさい。